マメキュン。なぜ夢を見るの？あ、あそこの人たちが危ない。変身発射。わー、ボロン最高。うわうわいでででででであれ、僕の変身ロボット。お姉ちゃん、僕の変身ロボット知らない？なにははは、ポロン、それは夢だよ。夢？かっこいい変身ロボットだったのに。そうだ、もう一回寝れば変身ロボットに会えるはずだ。あんたは眠らないの？ポロンは眠っているのに。人が眠っているからといって脳もいびきをかいて眠っているわけじゃないよ。もちろん起きている時ほど活発じゃないけれどね。脳は寝ている間も活動しながら記憶をたどったり考えたりするんだ。だから夢を見るんだ。眠っている時も脳は活動するから夢を見るってことね。そうさ。でも夢を見ない時もあるわよ。それは夢を見ていないのではなくて覚えていないだけだよ。人は眠りながらたくさんの夢を見るけれども、特にノンレム睡眠の時に見た夢はほとんど覚えていないんだ。何？睡眠にはいくつかの段階があって、大きくノンレム睡眠とレム睡眠の二つに分けられるんだ。クリックしてみて。うん。眠りに入るとノンレム睡眠とレム睡眠を一日に4回ほど繰り返すんだ。ノンレム睡眠の1段階から始まり、2、3、4段階と移りながらレム睡眠に入る、そしてまたノンレム睡眠になるってわけさ。まずノンレム睡眠1段階、ポロンを呼んでみて。ポロン。1段階はうとうとしながら本格的な睡眠に入る段階のことだ。今のような小さな音でも聞き取ることができ、すぐに目が覚める。ノンレム睡眠の2段階は本当に眠っている段階でもまだ浅い睡眠だから起こすこともできるんだ。ノンレム睡眠の3段階と4段階は深く眠っている段階のこと。この時も夢を見るけれど、あまりにも深く眠っているせいでほとんど覚えていないんだ。へえ。ポロン、ポロン。ポロンが深い眠りに落ちているノンレム睡眠の3か4段階だろう。この時に目を覚まそうとしても大変だ。目が覚めたとしてもしばらくの間ぼーっとして、ここがどこなのか何をしていたのかわからないくらいだ。そうなの？ポロン、ポロン、ちょっと起きてってば。うん。おいしそうだな。僕が全部食べるんだ。まったく、何を言っているの？次はレム睡眠。これはノンレム睡眠の時とレム睡眠の時の脳波。脳波？脳波は脳の活動で発生する電気信号を測ったもので、脳がどんな動きをしているのかわかるんだ。コロン、レム睡眠がどれか見つけて。ヒントは目が覚めている時とよく似ているってこと。これ、ほとんど同じに見えるわ。そう、よく見つけたね。レム睡眠は目が覚めている時と脳波がよく似ているだろう。だから
脳が一番活発に動いているんだ。人が見ている夢の 80% はこの時に見ていて、はっきり記憶することができるんだ。そうなんだ。変身。あら？発射。レム睡眠の段階だよ。変身ロボットの夢を見ているようね。